皆さん、こんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。神奈川県は川崎で開業しています。桜市会員の沢村です。今回は、えー、今日は何の日シリーズでお,お送りしたいと思います。皆さんは、3月22日は、えー、何の日かご存知ですか、えー、実は、えー、世界水の日です。1993年に、 国際連合総会で制定され、日本だけでなく世界、えー、あ国際デーなんですそこでですね、水とあの体の関係についてお話したいと思います、えー、人間の体はですねあの、ほとんど水でできています、えー、いわば生命の源と言えます えー、性別や年齢で、えー、差はありますけども、胎児では体重の90%、えー、新生児では約5 75%、子どもでは約70%、成人では約60から65%、老人では50から55%を水が占めています。 今お話したデータから成長数に従って水の割合が減少しているのがわかると思います。それはなぜかと申しますと、まあ、成長数につれて、えー、生きるために必要な脂肪が体についてきてその分だけですね、水の割合が少なくなってしまうからです。えー、成人の水分量に関しては よくですね、一般的に女性の方が脂肪が多いということを耳にしたことがないでしょうか、そんなわけで男女で比べてみるとですね、一般的に女性の方が脂肪分が多い分、水分量は低くなっています。次に老人の場合、成人よりですね、水分量がさらに少なくなります。老人の方で えー、食が細くなってお体が痩せている方多いですよね、えー。そんなことからも水分量が少ないのは、えー、老人の場合、脂肪が多い少ないではなくてですね、筋肉が衰えるのと同様にですね、人間の体の基礎である細胞内の水分の低下による老化現象の一つだと考えられています。えー、この水、水分はですね、 体のどこにあるかというと、人間の体は100兆個を超える細胞から成り立っているんですけども、水分の3分の2はこの中に存在します。残りの3分の1は細胞と細胞の間に存在する細胞間液と血液にあります。以上お話した水分が体にあるおかげでですね、栄養素や代謝物の運搬、 体温の調節などが行われて生命の機能が行われているのですしかしですね体の中の成分は一定でなくお手洗いに行ったり汗をかくことによって減ってしまうのですつまり排出されてしまいます成人が1日にですね排出する水分の量を合計すると約2.5リ,リットルになります 主な排出分はですね汗などとして皮膚や呼吸を通して水分が失われる負荷、えー、常設として0.9リットル、えー、尿やです、ね、便として約1.6リットルで合わせて2.5リットルですこの失った2.5リットルの水分を毎日補給する必要があります人間はですね、えー、水と睡眠さえしっかりとっていればたとえ 食べ物がなくても2、3週間は生きられると言われています。しかし水を1滴も取らなければ4日から5日ぐらいしか生きられないとも言われています。えー、体内の水分が、えー 不足する脱水症状を起こすとですね、えー、体温を調節する汗が出なくなり、体温が下がります。また、汗や尿が出なくなるためですね、えー、体内に老廃物が溜まり、えー、血液の流れが悪くなり、えー、全身の機能、障害が、えー まあ全身の機能が障害を起こしてですね、死に至ってしまうんです。体重の2%の水分が失われただけでですね、口や喉の渇きだけでなく、えー 食欲がなくなるなどの不快感になりますし、約6%不足すると、頭痛、眠気、えー、よろめき、脱力感に襲われ、情緒も不安定になってきます。3位10%不足することで、筋肉の痙攣、えー、循環不全、人不全となり、それ以上で意識が低下し、20%不足で、 えー、死に至るという報告がありますですので1日の、えー、排出量とほぼ同じ約2.5リットルの水分を毎日飲食物から補給する必要があるんです、まあ、平均的な食事でですね約1.0リットルまた食べ物を分解してエネルギーを、えー、取るですねエネルギーを取る、えー 作る際ですね、代謝水という、えー、水分を0.3リットル摂取できるので、えー、残りの約ですね、1.2リットルを、えー、飲料水から、えー 摂取してですね、体の水分のバランスを取ることが大事なんです。えー、飲料水というくらいなので、えー、分や刺激物がついたり入ってないもの、水そのもの、または麦茶、匂い、匂い付きの無糖の炭酸水、まあ熱中症で圧水症状の方向けですけども、大塚製薬の蛍光保水液、OS1 のゼリーがおすすめです。えー、水はですね、まあ体の内部にとって、 大切ですけども、えー、口の中にもとっても大事なんです。まあ、このことはいつもお話ししているので、今回は簡単にお話し,しますけども、えー、水分をこまめに取ることにより、唾液の分泌量が増加します。まあ、そのことによりですね、虫歯や歯周病になりにくいんです。また、水分によりですね、えー、口の中の毒素を洗い流してくれて、高呼吸で乾燥した口の中、喉を保湿してくれます。 まあ、それだけではありません。えー、歯の治療中に水は欠かせないんです。えー、虫歯やですね、あの、歯の形を整える時、歯を削りますよね。その時一緒に水をかけながら歯を削っているのを お気づきですかこれはえ水の冷却作用を利用しているんです。歯はですね、えー、体の中で一番硬くですね、えー、歯の表面の硬さは水晶に匹敵します。ですので、歯を削る 時にはあ、世の中で一番硬いダイヤモンドの粉末を金属の棒、棒、バーにつけてですね、皆さんよく知っているドリルのようにして使用するんです。硬、えー、いものと硬いものがすれて摩擦が生じ、熱,熱が発生します、えー。神経がある歯を削る場合、タンパク質でできているので、60度 C 以上で、えー まあ熱変性ですかね。熱変性を起こし、神経が死んでしまいます。そこで水をかけながら切削することにより、まあ、発生する摩擦熱の冷却に使用されるんです。その他に、歯を削るとき水を使う理由はですね、目詰まりの防止です。 水がないとですね、歯を削るダイヤモンドのザラザラしている部分が水回りして削れなくなるからです。えー、次に汚れを吸い取りやすくする。あの歯の削りカスを水と混ぜることによって吸引しやすくなり、口の中を見えやすくきれいにすることができるからです。えー、そして削る面をきれいに保つ。えー、削り取った汚れや思考などを歯の穴に 詰まってしまわないように水を利用することによってですね、えー、虫歯の穴から出すことができるからです。えー、水が口、えー、に、えー、溜まるのはですね、 嫌な方もいらっしゃるかと思いますが、このような理由があるということもご理解いただき、治療を頑張っていただけるとありがたいです。まあ、当院ではですね、水が口の中に溜まらないように、また溜まっても苦しくないように、えー、工夫しております。まあ、以上ですね、水と体の関係についてのお話でした。お口と歯のことで何かお悩みの方は、当院にご相談ください。連絡先は、 え、概要欄に記載しております。皆さんご自分の歯大切にされていますか本日も最後までご視聴いただき、誠にありがとうございます。え、動画アップのモチベーションを維持するために皆さんの温かい応援、チャンネル登録並び、いいねマークのワンプッシュいただけると幸いです。よろしくお願いします。